私が悪いんですけど、キャッシュオンリーで降りるときにどうすんのかっていう。今から一つ目のボルテックス登っていきたいと思います。もうすごい、赤土すごいわ。もう見える景色がね、嘘みたい。ハロー。いや、ただまだちょっと入り口入ってきただけなのに、なんかすごい泣きそうになってる。素敵で来そうなんですよ。なんでしょう、なんかいろんな感情が入り乱れる感じ。今は午後の3時半ぐらいです。ラスベガスからまあ5時間ぐらいかけて車でセドナに移動してきて、まあそこでねお願いしたドライバーさんがすごくいい方で、日本の方なんですけど、いろいろ教えてくださって。このボイントンキャニオンはまあ片道30-40分らしいですね。登りやすいって言ってた。お、ここはね教えてもらいました。上に行くにはこのビスタって方を上がってくださいっていうことだったので、ここでせっかくだからビスタ踊ろうかな。ビスタビスタ、クンムラッカクンムラッカクンムラッカビスタ、クンムラッカクンムラッカクンムラッカビスタ、オーノーノースノーノースビスタ、オーノーノースノーノースビスタ、イラミニソラミニウワラワラミ、イブサミニソラミニウワラワラミ、ピッピカオンドレピッピカオンド。結構激しくなってきた。ああ言ってすいませんね。普段山登りしないから。すごい雄大。頂上来ました。おお、最高だ。地球、すげえ。皆さんにちょっとだけお裾分け。いやー、かなりここぼーっとしたい感じですね。すごく気持ちいい。ちょっとぼーっとして降りたいと思います。次のボルテックスへ。さあ、続いてのボルテックスは
エアポートメサっていうね、ボルテックスに登りたいと思います。ここでちょっと日が落ちるのを見たいなと思って、今日夕日が沈むのが6時9分頃っていうことなんで、もう登るのもなんか5分ぐらいって聞いて、あ、ワンちゃんとかも、ワンちゃん、今日雲がね結構多いから夕日が綺麗に見れるか。頂上、着いた。うわ、怖っ。かわいすぎるでしょ。ちょっと夕日を待ちたいと思います。すごく雲がかかっているね。すごく雲がかかってて見えないね。そしてちょっと座ってるんだけど、高所恐怖症で足がすくむね。めっちゃ太陽出てきました。皆さん大丈夫かな、眩しい。太陽出てきました。夕日に照らされております。この夕日に照らされてるのも綺麗。ゴールデンタイム、山がより真っ赤になってっても美しいです。セドナで夕飯を食べに来ました。メキシコ料理のお店に来ました。そしてビールで乾杯したいと思います。いまいちこれの飲み方よく分かってないんですけどね。入れるんだよねこれ。もう入れずに飲みます。いただきます。うまっ。このお店ですね、セドナ。やっぱサボテンでアガベ有名だから、私の中ではタコスとチリコンカンが乗ったフレンチフライを頼んだつもりなんですが、何が来るかはちょっと分かりません。さあ、タコスが来ました。私ちょっとお肉のタコス食べたかったけどお魚です。でもすごい美味しそうで、これがつくんだ。なんかケチャップライスみたいのとフムス、美味しそう。いただきます。タコスを頼んどいて何なんですが、ちょっとパクチーが苦手なもんで。パクチー強め、そりゃそうか。この食べてみます。豆美味しい。
で、なんかちょっとケチャップライス的な？ん？謎です。ケチャップではない。一緒に食べるのがいいのかな？これがなんかムースがね、ほんと甘くない小豆の煮たのみたいな感じで美味しい。サプライズ。Thank you。夢みたいのが来ました。これは多分夢です。現実にある？一人でね、頼んじゃいました。せっかくですからね。なんかわかんないけど、わかんないけど美味しそう。わかんないけどね。なんだかはわかんないけど美味しそう。いただきます。めちゃくちゃお肉が乗ってる。うめえ。チーズとサワークリームとお肉と。ハラペーニョと、ちょっとやっぱピリッとする。これ止まんないわ。せっかくということで、テキーラサンライズ。テキーラサンライズ頼んじゃいました。美味しい。ゆっくり飲んでいきます。今ご飯食べ終わってホテルまでの道がまあ歩いて9分ぐらいなんですけど、星を見せるっていうところで街灯が少なくてめっちゃ暗いです。街中怖いですね。皆さんセドナ行くときはちょっとレンタカーおすすめします。無事に宿に着きました。ちょっとルームツアーします。おお、かわいい。セドナということでちょっとですね、可愛らしい部屋に泊まってみようと思ってこちらの宿にしました。ベッドでバスルームですね。ちょっとバスタブはない、シャワーです。ベランダ付きなんですけど、こういう可愛らしい感じのね、ちょっと星は見えません。ゆっくりしたいと思います。おはようございます。セドナでタクシーを呼んだらこんなワイルドなワンちゃんと、そしてフロントガラスも割れているワイルドなタクシー、とてもご陽気なタクシー来てくれました。いいスタートになります。4大ボルテックスのうちの3つ目、カデドラルロック来ました。これです。いや、今あのご機嫌タクシーが、私が悪いんですけどキャッシュオンリーで、クレジットカードしか持ってなくて、で迎えに来てもらって
生産なんですけど、キャッシュがなくて、で、Don't worry って言ってくれたんですけど、降りるときにどうすんのかっていう、集中できてないですね。私はこういうところがありますから、本当心がざわついてるとすぐ胃が痛くなって、こんなせっかくいいところに来ているのに、いろいろ調べたいと思っても、やっぱりちょっと山で県外で調べられなくて、あの支払いの仕方とか、一旦ね Don't worry と言ってくれたので、一旦この集中します。すごい見えますか、人があんな険しいところに登っています。全然私はスタートしたばっかりのところで行き上がってますが、あ、こういうマークがね、登りやすいよっていう意思を示してくれてるんですって。はあ、おお、すごい景色、これを上がっていくんですね。ちょっと行けるとこまで行ってみましょう。おう、ちょっともう片手じゃ無理なので、ちょっと行ってきます。先ほどまでとてもピンチと思っていた私なんですが、昨日ラスベガスからセドナまで連れてきていただいた日本人の方に助けていただき、無事解決しまして、4大ボルテックスのうちの最後の4つ目来ることができました。本当に本当に感謝感謝です。ボルテックスで何をやってるんだって感じなんですけど、人への感謝を学びましたし、タクシーのドライバーさんもツアーの日本人の方もとにかく優しくて、感謝感謝です。4大ボルテックスの最後、ベルロックです。どれだけいつも人に頼って過ごしてきたか、そしてこのご恩を、人が困っている時には手を差し伸べる人間でありたいと改めてこのセドナで40歳で思ってますね。感謝感謝です。すごいよねこれ、めっちゃかっこいいな。ハルカ流に回ってみました。あの空を越えて生まれゆく魂よ、トゥインテール翼なんかないって気づいてから、
きっと強くなれた気がする。大地を蹴って走り出そう。チャチャラチャチャチャラ、きらめくあなたの姿についていける人になりたい。昨日を脱ぎ捨ててもう一度夢を見よう。今こそ Oh my true love、 愛を受け止めて、どんな時だって私はいつもそばにいるよ。壊れそうだった日も譲れなかった、あの夜さえも誇れる時がいつか訪れる。あの虹を越えて響き合う魂よ、誰にも負けない。さあ今ねセドナの旅を見ていただいている途中なんですけれども、私ああいうふうにトラブルがありまして、で前日に出会ったドライバーさん、川端さんという方に助けていただいて、今ねこう楽しくできてるんですけれども、セドナに初めて行く方、そしてまあ一人で行く方、特にね行ってみてこれ知っといた方がいいなってことをお伝えしたい。まず車の免許持ってらっしゃる方、国際免許取ってレンタカーで行くのもおすすめです。っていうのもやっぱ交通手段がタクシーとウーバーを私は頼りにしてたんですけど、まずタクシーが流しがいない、でセドナはタクシー会社が1社しかないっていうことで、ホテルとかで呼んでもらうしかないんですね。でまあタクシーも呼んだらすごくいいし、迎えにも来てくれるからいいんだけど、やっぱ私みたいにそのキャッシュをちゃんと持っとかないといけないので、でセドナは日本円をドルにする場所がないみたいなので、事前にもうやっといてください。あとシャトルバスとかも便利なのがあるんですけど、そのものによっては月火水お休みとかある。私は行った時がちょうど月火水とかだったんですよ。だから使えなかったとかもあるんで、私はね今回セドナね初めて行って、そのボルテックスを見る感動を味わいたかったから、あんまり調べないで行っちゃったからちょっとそれが大変だったんですけど、やっぱ交通手段はぜひ調べていってください。で、まあ、いろんなツアーもありますし、今回ね私が助けてもらったアメリカトラベルファクトリーさん、まあ、いろんなツアーやってて、交通手段もそうだしツアーもそうだしおすすめです。で川端さんっていう女性の方が、もう本当に私はこの方がいなければ今こうして日本で笑っていられなかったなので本当に川端さんに感謝感謝ですし、セドナは場所的にはめちゃくちゃおすすめなので、そうやって調べて楽しんでいただくことを願っております。それでは続きをどうぞ。続いてホーリーチャペルという教会に来ました。ここもね行ってみたかったんです。かわいい、すごい、こっからの景色すごい。でこれが教会、ここもねタワーがあるということで、すごいですね。
いろいろ歩いてお昼を食べに来ました。もう髪がやばすぎて汗とかいろいろ、帽子のまま失礼します。そしてちょっとここに来てやっぱりコーラ飲んじゃいます。ピザとパスタ屋さん、頼んだサラダとここオリジナルのミートボールスパゲッティが来たんですけど、ちょっと見てください。わお、わお、わかる？この大きさ。この手も丸くてクリームパンみたいで大きいからちょっとわかんないかな。でもそうだよね、シェアだよね。しかもアメリカだから量多いよね。いただきます。リンゴとルッコラのサラダ、いただきます。おいしい。ブルーチーズが入ってるんですけど、リンゴの甘みと、あとくるみも甘みがあって、合います。美味しい。めちゃくちゃ大きい。ルパンの絵が出てきそうな。めちゃくちゃハーブが効いてる。おいしい。ちょっと BGM 大音量なんで。懐かしい柔らかめのパスタです。セドナ最後の夜というか、アメリカ最後の夜ということで、今星を、ね、見てきました。セドナといえば星というところで、すごいです。皆さんにちょっとこう見せられないのが残念なんですけど、もう天の川とか出てて、てかもう空が広いんで、下の方までこう星があってね、最高の締めくくりになりました。皆さんも Vlog 見ていただいてありがとうございます。どのようになっているのか分かりませんけれども、旅の参考にしていただければと思います。また旅行ったら Vlog 撮りたいと思います。まったね。ビスタビスタクムラッカクムラッカクムラッカビスタクムラッカクムラッカクムラッカビスタオーノーノースノーノースビスタオーノーノースノーノースビスタ。Hello. In la mini sol la mini ua la wa la mini ibu sa mini sol la mini ua la wa la pipi ka ondo le pipi ka ondo.